以古発葉論は、以後の手筋や詰めを収めた、記書。作者は、名人語どころであった四世、井上隕石で、1713年に完成した。難解なことで知られ、別名、普段桜。初春論とも記される。井上隕石は、本書完成後も、井上家門外不出の書とし、門下のものでも、容易に見ることはできなかった。隕石史後もその内容は、 されてていたが井上家の火災にあって原本は消失したしかし本因坊列元文家の伊藤小本が入手していたものが人捨てに伝わり、1906年に安藤如意が伊藤松和の門人からその存在を聞き、山崎外三郎の未亡人より筆者の許しを得た。これを入手した本因坊秀才が15世、井上隕石所蔵のものと合わせ、時事新報に掲載し、 1904年に、秀才、隕石による解説とともに、イゴチンオボロ発用論として出版した。写本で現在まで古書として残っているものもある。現在も解説本が出版されており、最も難解な詰語集として、プロ騎士を目指す者にとってのバイブル的な存在となっている。死活の問題、攻め合いの問題、市長問題、番中詰語などで構成され、 原本では183台灯されるが、遺本を含めると202台灯される。多くの詰碁は、隅や辺に限定された形であるのに対し、初春論では、中央の工房が多く、石のない場所まで、どこまでも読み進めなければならない問題が多いことが、特色とされる。勝信34代、及び、死の部台49代、孔の部61代の詰碁、 勝行部きぶ47台の攻め合いの問題、正行部きぶ5台の主張問題、雑の部六台の合計202台を収めている。ありがとうございます。